やあ、せつのけいすけだよ。始まりました。今回もラカゲピースルやっていきたいと思います。ロードで、ここパート7、ラッキー7でんですけど、ラカゲピースフルですからね。そのラッキー7の概念を覆してくるかもしれませんからね。ラッキー7でもアンラッキーな日が来るかもしれませんからね。これが怖いところですよ、ラカゲピースフルの。というわけで、休み時間、あ、そういや道具なくなったんだったな。なんか先生の直講義から守ってくれたんよな、私を守ってくれたのよなって感じでもらっとくで、どれか適当に、これかな。まったく誰かがやらなきゃたまる一方なので、ゴミを拾ったもらった。私はどうしてこんなに優しいのだろう。で、平和度が本当なんか最近どんどん上がっていくよな。平和度上限がいくつかわからんけど、30人って高い方じゃないのか。またいやらしいの拾ったー。この教室の男子って意外とスケベなやつが多いんだな。ムッツリンやな。ムッツリンスケベが、ムッツリンスケベがたくさんおるんやろうな。よっしゃ、とりあえず、しょって、妄想で100超えたい。で、この1回で多分超えると思う。あれこの前さ、友達召喚覚えたばっかなのに宇宙人召喚を。出てきたぞ。あ、友達だけじゃなくて宇宙人も召喚できるようになっちゃったよ。テレパシー使えるようになっちゃったよ。つうか、この前の妄想の宇宙人か、これもしかして。そういや、前回のパート妄想で宇宙人の妄想しとったもんなテレパシーだったんじゃ、あれたまたま持ってた老夫がのせいで最悪な妄想をしてしまった早速老夫がの風評被害来たぞ。気分上々まで下がってしまった。最高だったのに、下がっても最高だったのに、これまで。そう。もう一回妄想入れたいけど、あれ？なんか妄想できんようになっとるんやけど。なんか妄想のところにアイコン持っていっても、もう妄想やりたくないみたいな感じになってる。わかった。寝よう。で、これなってなんもなし。で、次に妄想まだできんのか。なんで妄想ができない？老夫がの正解。で、勉強。あ、出ないだ。竹取物語。さくらももこって。ちびまる子ちゃんと竹取物語なんの関係もないからな。紫式部じゃ。あれ？あー、そうか。紫式部って、なんか別のやつ、竹取物語じゃないんじゃない？そんなわかるわけないでしょ。何も知らないが正解なん。何も知らないよ、正解にされたら困るんやけど。てか、何も知らないが正解な問題とか出されたら困るんやけど。困るんやけど。学校の先生がそれでいいのかって感じなんやけど。もうそれテンション下がるわ。我が自己してテンション上げとこう。我が自己。よし。んでもって、どうしようかな。とりあえず誰かと話したいんやけど、今日は、前回のパートってこいつ、話したかな。こいつの話しとくか。やあ、ちょへい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 、ちょへい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 。どうやったらみんなが俺のことをしょうへいで言わなくなるんだ。じゃあへいへいってやっぱ俺もへいへいって呼びたいんよ。しょうへいへいって長いけんへいへいって呼びたいけんさ。じゃあ俺のことはへいへいって呼んでくれよって言えばいいな。新しいあだ名を考えればいいんじゃない？そうそう、それはへいへい。例えばへい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 がいいよ。川上がつけてくれよ。そうだな。へいへいってさ、これちょっと右側髪止めてるじゃん。だからそのチャームポイントを意識して豚ゴリラってどうかな。ショウチクッパイ、ショウチクッパイ社会の話になってるね。センスなかった。やっぱセンスなかったよ。嘘、他はね、柳屋とかちょんまげ小僧とか。おい、ちょんまげ小僧とかいいんちゃう？何の関係もなさすぎて逆にいいんちゃうかな。お前のセンスを疑う。そう、頼んだ分際でわがままだ。結局変わらんかったな。あだ名残念でした。もらっとく。老夫がは嫌やがんな。てか、このクラスのやつ老夫がとか捨てていくなよ、学校に。まあで、いつも通り拾って、平和度上がって、なにこれ？ソヨチャンプリ。プリクラのプリか？
ソヨちゃんプリでプリクラのプリじゃなかったら別のプリだったらちょっといやらしい方向に持っていってしまうけどやめろよ。なんでソヨちゃんのプリクラあるんだろう。そしてもう拾ってゴメス何に使うんだ。あ、これどっかの壁に貼ってさ、この子の友達になってあげてくださいみたいなことやるんか。やめとけゴメス、そういうやめとけ。本人にバレたら殴られるぞ。勉強しました。あー気分下がりっぱなしじゃないか今日ゴメス気分いいとか、ここまで下がる日が来るとは思うんかったよ。もう一丁勉強。あわかった、もう勉強はせんでおくわ。でもなんで妄想できんようになったん、なんで妄想できんようになったん。妄想力は100で限界なんすか。寝よ。あ、出られた。あ、これはいけるわ、カタツムリ。よし、これはたまたま覚えとっただけだけどね。あー気分いいか。わあ、一日の終わりを気分下げられて終わってしまうっていう。7時間メモが終わって1日の授業が全部終了した。あー長かった。ほんとやな、パート7か。早いところ家に帰ろう。3日目ってことは今日の放課後はもしかして事件。おはよう、なーなちゃん。おはよう。毎朝元気でね。私のカバンロッカーにしまっておいて。そろそろごめんす。やだよってか言ったらどうだい。従順だなお前やってきたよ。もうやった後の報告まで完全にやってくる。ほうれん草がなってきとるよ。じゃあご褒美にゼリービーンズあげる。ほれ、なちゃんはゼリービーンズを私見かけて投げたので、私は光の速さでそれを口でキャッチした。もう従順な犬化してる犬だよ食べ物が絡むと素早いねそこじゃないよ、問題点はそこじゃないよ。人に投げられた食べ物を瞬間でキャッチするっていう犬のような従順さに驚いてるよ俺は。えへん。お前それで将来大丈夫なんだろうか。そんな感じで始まった3日目の1時間目。妄想は相変わらずできません。なぜでしょう。もしかしたらゲームがバグってるのかもしれません。とりあえず筋力やな、攻撃力上げとかなあかん。攻撃力をな。わーうわーソヨちゃんのプリクラありがとう。あわよくばソヨちゃんにダメージがあったら、ソヨちゃん本人にダメージがあったらいいことです。ソヨちゃんが保健室に行ったらそれだけで教室の平和度が上がります。よっしゃもう一丁筋トレ行こう。投げてくんなよ。よっしゃ投げてこんかった、よかった。もう一丁、もうそれ見よがし、もう一回筋トレ。おっしゃ妨害なかったわ。教師の妨害が一番怖い。さて恒例って言いますか、まだ誰かと話しかけていきたいな。けど結構話し慣れたけんさ、そろそろスプラトゥーンとか出てこんかなって。もうあわよくばさ、この前出てきた前髪が膨らんどるっていうかもっこりしとる不良が出てきてもいいんやけどな。どう俺としてはソヨちゃん行こうか。ソヨちゃん思ってくれてありがとう。クソこいつ保健室行ってない。さっき言ってた音楽見つけたよ。ジャズにユーロにさやからバラード。さっきっていつの話だ。なんか探してみるって言ったのは前回のパートであり昨日だぞ。お前さっき、お前の中のさっき言ってどれだけ前やねん。ソヨちゃんは音楽のジャンルを問わず好きなのね。アニソンとか好きなんかな。もしかしたら、マドカマギカとかあるんちゃうんか。好きなものは好きなし、ジャンルにこだわるとかあんまり楽しくないかなって。いいなその発想、俺も共感できるわその点は。いいことだ。さてそのジャズを聴かせてもらおうかな。あーどうした。え、阿部さん出てきた。阿部鬼的な感じ。どうしたな。充電切れちゃった。はあはあはあ、よかった。これ以上こいつが暴れ回ることはないな。でもごめん的にはショック。今日一日何して過ごそう。じゃあ一人指相撲とかしとれば。
それはしないよ。何かをゴメスが言ってあげたのに、それには乗っからない。一人でいたいのか、君は。全部言い切る前に否定されてしまった。いいよいいよ、お前はそうやって一人で孤独に生きていくがいいさ。さて、何をもらおうかな。生徒どれかもらおうかなって思う。これかな。何が手に入る今回は。もうこれはもうガチャみたいなもんやけんな。いいアイテムが手に入るかっていう。ああ呪われどんかってくらい、ソヨちゃんプリが出てくるんやけど。ソヨちゃんの呪いがかかっとんだろうか。もしかしてソヨちゃん、音楽がなくて、音楽危険で、暇やけんプリ取る、プリクラとか取りに行っとんちゃうんか、隣町まで。隣町ちゃうな。どっかの店まで。何をしよう。暇だからって学校抜き出してプリクラ取りに行くとかやばいじゃん。さて、あいつが気分、最高の気分になったんやな。体力かな。筋力と体力をちょっと両立させていかなあかんけんな。そんな気がする。おっしゃー、出た出た暴走。また何回目の暴走か本当わからんようになってきたけど。あー、寝すぎて怒られた。寝すぎたら怒られるもんなんじゃ、これ教室って。いや当たり前やけどさ。いや最近学校生活がこの落書きピュースルの世界観が当たり前じゃなさすぎてさ、俺にとって。それが当たり前になり始めて、ちょっと今みたいな発言になっただけだけどな。さて、そろそろ。あ、前回のパートでちょっとさ、ちょっと、レインボーなところが見えた、リンザキヤマのところへ行きましょう。あれ？レインボーは？ちょっと、なあ、俺がさ、レインボーな兆しが見えたって言いながらさ、話しかけたんやけどさ、レインボーなところ見せろよ、お前。何お前、ダークネス見せとんやな。カオスだな、君。ゴメスちゃんは、今のままの私を嫌い？あ、そういう話になってきたか。そういう考えに至ってきたか。なるほどな。え？そう言われると困っちゃうな。一番困るパターンのやつやな。こんな病んでそうな子、てか病んどる子にさ、こういう機会ってさ、なんで答えればいいのか。理解をしているけど嫌いって言われ、嫌いじゃないって言われると、どうして答えてくれないの？友達って言ってくれたじゃない。わあ、こういう人がたまにネットでおるんよな。それは刃物を振り回されたからで。嘘なのね。やばい。やばい。これはやばいぞ。嘘なのね。めった突進してやる。あー、レインボーはどこにいたの？無言なまま逃げていったぞ。リンちゃんは前回のごとく10歩でバテた。私はリンちゃんの何なんだろう。友達だと思わないのに話しかけるのはもうよそ。あ、リンザキヤマのことを拒絶し始めたゴメスである。わかった。もうこのゲームが終わるまでリンザキヤマには話しかけることにするわ俺。ごめんな、翔太さん。リンザキヤマをファンの人がおったらごめんな。ゴメスの、ちょっとこれはゴメスが決めたことやけんな。俺はゴメスに従うわ。持ち物に掃除チャンプリがあるけん、清掃の方にしとこうか。これで清掃員ゴメスが始まって、平和度が上がって、この平和度って上がったらどうなるかっていうのがいまいち分かってないよな今のところ。後半になんかあるんだろうか。妄想ができない、妄想ができないよ。妄想ができないよ。勉強しよう。じゃあ残りの3つの ステータスを均等に上げていこうと思ったのに、勉強なんて嫌だって言っちゃった。もうどんだけ勉強が嫌になってきたのや。学力こんなに上がっとるのに、もう学年トップクラス狙えるような状態になってきたの。分かった、筋トレ、筋肉。よし、筋トレはいけるらしい。おーし、できればテンション暴走まで持っていきたかった。お前さ、出落ちやめてくれよお前。何お前、前髪もっこりしたやつ、前髪もっこりがさ、シュークリームのクリームみたいな感じにもっこりになっとん。なんだそれ。例え方がもうシュールすぎて。私がゴミを拾っていると不良が絡んできた。おい、人のゴミなんて拾って、お前バカなんじゃねえの。お前こそいきなり髪の色そんな染め方してバカなんじゃないの。
あ、そういうジャンプリってそういう使い方があったんじゃ。くらえ。イラッとした私はたまたま持っていたそのジャンプリを不良を追いかけて投げつけた。ふっ、何すんじゃい。切れた不良が襲いかかってきた。あー、戦闘になった。が、これは悪くないぞ。もうステータスがね、全部100超えてるからね、そろそろ自分の力っていうのをちょっと試してみたかったところなんだ。同時にこの必殺がめちゃくちゃある状態ですよ。そりゃ戦いたくなるわ、自分の力を試したくなるわ、本番に向けて。そりゃそうじゃ。 UFO 召喚とか、あ、ステータス下がるんじゃ。ステータスって若干スタミナ的な扱いになっとんじゃ。なるほどな、必殺使ったらなんか能力下がったりするんだな。でもちょっとどれか使ってみたいな。で、初めにこの友達召喚でもやってみるか。友達を呼び出して戦わせます。呼び出された風はとても迷惑ですが、自分的には楽しいです。いやいやいや、友達って言うたってその友達いつも俺に迷惑かけてるし、こういう時こそさ、友達に迷惑かけてもいいんじゃないか。そういうのが友達だろ。で、え、行動してこれで攻撃かな。友達召喚。あ、将兵兵器だわ。刃物は特定の位置に。将兵兵は木彫りの像で敵をぶん殴った。普通に痛い攻撃しとんだ。あお、いまいちな気がするな。必殺の終わりはちょっと3分の1しか削れんかったんかなみたいな。あ、不良弱。不良弱。不良、そんなに期待出ないタイプの不良だったが、よかったよかった。うん、どうしようかな。そうやな。じゃあちょっとさ、学力どんどん減らすのもあれやけど、まあ勉強すればいいかなって思ったら、宇宙の神秘を、宇宙の神秘攻撃を食らえ。宇宙の神秘を見ろ、宇宙の神秘を。あ、語るんじゃ。お前語るんじゃ。そんなに宇宙のこと知っとんかっていうレベルで語れるのか。迷惑、敵の敵よ、戦意を削いだな。これ不良の秘術だ。雑剣、筋力を削ぐってどういう攻撃やねん。でもダメージは引く。よっしゃ、通常攻撃で倒せんかな。あー、やってもうた。宇宙の神秘もう一回語ってもうた。そりゃ迷惑じゃ、2回もやったらそりゃ迷惑じゃ。倒した、やった。俺の力はもう不良にも勝るぞ。もしかしたら奈々ちゃんにも勝てる日が来るかもしれんような、そういう希望が湧いてきたぞ。なこれ。アフロだったの、それアフロだったの。カポラっちゃったよ。そしてこのさ、この時のこれ見てみだ、この時のゴメスちょっと可愛いんやけど、このやったーみたいな顔可愛いんやけど、てかツインテールだったんだね。ヘイボードアップ、能力、吸引力が上がったと。さあ拾ってもらおうか。屈服不良を屈服させたぞ。教室が少し平和になった。なんていい気味なんだ。本当だ、爽快、気分爽快。やったやったぞ、人生の勝ち組になったぞ。よっしゃ、この調子でもうリ奈々ちゃんに勝負仕掛けるぞ。前言撤回、多分勝負仕掛けない。眠い。あ、でも叩き起こすのはなしね。ちってなんや。あ、そうだ、あんたに目覚めるものあげようか。わーい、なになに、目覚めるもの。はい、暴君ハバネロ。わー、口の中が大惨事。飲み物は各自で用意すること。これはいじめなのだろうか、愛なのだろうか。これを愛なのだろうかっていう選択肢が出てくるあたり、ゴメスは平和ですな。ゴメスの頭だけは平和ですな。いじめに決まってるじゃない。先生、先生、いじめっ子がこの目の前にいます。そして私はこれを受けるべきなのだろうか。食べないなら別の人にあげるけど。やめろ。いや、待って、やっても見てほしい。ちょっとリンザキヤマにこれあげてみーだ。ちょっとリンザキヤマに食べさせたらどうなるかちょっと見てみたい。
我よくせず。愛だけ受け取ってもらっておくか。そんなものはそもそもないって。愛を否定され悲しい気分になった。まあ愛をさ求めとる時点でゴメスもまだガキだなって思いますね。ということで、まあ、ここの文章を考えなあかんのか。はい、というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週明け。ゴメス、とうとう不良を倒せるほどの力をつけてきましたよ。この調子で今日の放課後、果たし合い上の私主と、いい勝負ができるかもしれんぞ。あわよくば、ナナちゃんも一緒に KO!